再稼働反対。関西電力大飯原発の再稼働をめぐって緊迫した情勢の中、全国で抗議と怒りの行動が沸き起こっています。6月15日、東京永田町の首相官邸前では、首都圏反原発連合の有志の呼びかけに応え、午後6時から8時まで抗議行動が行われました。ツイッターやフェイスブックなどインターネット上の呼びかけで駆けつけた人々が、予定時刻の前から列を作り始めました。行動は毎週金曜日に行われ、会を重ねるたびに集まる人の数は増え続けています。午後6時、抗議行動が始まりました。タロちゃん頑張るよ。代わる代わるマイクを握り、首相官邸に向かってスピーチ。合間に沸き起こるシュプレヒコール。国会議員も訴えました。日本共産党からは笠井明衆院議員がスピーチ。野田首相聞こえますか？みんなの声が聞こえますか？超党派国会議員原発ゼロの会の日本共産党笠井明です。原発ゼロの会で6月7日に官邸に行って申し入れに行ったこと覚えてますか？6月13日に予算委員会へ質問したこと覚えてますか？再稼働はダメです。事故の原因もまだじゃないですか？安全対策もまだじゃないですか？質問したら枝野大臣と中川防災大臣で原発に対する地震津波の影響、意見が違ったじゃないですか？閣内不一致で再稼働決められますか？南相馬の小高では1年3ヶ月時計が止まってます。去年の6月11日、相馬の酪農家が原発さえなければと言って命を絶ちました。あなたが記者会見した日、二本松の5人のお年寄りが病院に通院の途中で交通事故で亡くなりました。遺族の方が原発さえなければと言いました。再稼働をやめろ。再稼働をやめろ。原発をなくせ。原発をすれば。その声聞いて再稼働は断念しなさい。最高尾で前の方に連れてくれてください。再稼働反対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 。Oh!
た首相官邸前の抗議行動。まもなく抗議行動は終わろうとしていますが、参加者の数は増えています。再稼働反対再稼働